皆さんこんにちは、ゆえみんです。今回は夏グッズの紹介をしたいと思います。赤ちゃんグッズとあと、まあ、ママのね育児グッズ的なものも含めて夏対策のグッズを紹介していきたいと思ったんですけど、今年の夏梅雨明け全然してなくないですか？毎日ジメジメしてる感じで、7月入ったのに、なんか夏って感じが全然しなくて、天気予報見てももう雨みたいな感じじゃないですか。だからね、まだ皆さんあんまり夏対策しても使ってないんじゃないかと思うので、今のうちからね夏の準備をしていきましょう。ということで今回は10個紹介していきたいと思います。それではいきましょう。はい、ちなみにビビ2人は2人ともおっぱいを飲んで寝ておりますので、途中で起きるかもしれません。起きたら出演します。一つ目はこちら、ユニクロの肌着でございます。おそれでまあ2着ありますけど、めっちゃわかるかな、マジで、まあね、穴が開いてるんです。ちっちゃい穴がね、だから通気性がかなり良くて、ひんやり食感ではないんですけど、しっかりとした素材になってます。これはね、2着入りで990円です。これとこれが一緒に入ってるわけじゃないですけど、1着だいたい500円ぐらいですね。500円だとお得じゃないですか？ユニクロのお洋服はいろんなものを今まで着てきたんですけど、やっぱりね、便利。このね、部分を先に留めて、前で留める。で、下のところもボタンがついてるので、おむつ替えもしやすいっていうね。肌着なんですけど、もう家にいる日とかは、もう一日、もうこれだけでもいいかもしれないです。暑い日はね、ノースリーブだし。で、もちろん外に行く日はこれの上になんかこう着せるとかしてもいいしっていう。これめっちゃいいです。次はちょっとね、ママさん向けなんですけど、ユニクロの、エアリズムのブラトップ、これめっちゃおすすめです。なぜかというと、授乳中にね、前開きの洋服の時もあるし、こう T シャツとかだとこうまくり上げてこうやる時もあるんですけど、エアリズムのブラトップはマジで、いろいろ授乳ブラとかも買ったんですけど、自分で買った授乳ブラよりもエアリズムの方が私は使いやすかったです。これはまあ個人的な感想にはなるんですけど、あのね、やっぱブラがねしっかりこうカップになってるから当たらなくておっぱいが痛くならないっていうのもあるし、お腹をねこう T シャツまくるとき、お腹出すときに、あの下までちゃんとついてるから、もうキャミ着なくてももうそれだけで完結みたいな。で、私はここをキャミソールのやつ使ってるんですけど、紐をね一番最大まで伸ばしておいて、こうすぐ出せるような感じにするとマジで便利で、多分これ一回使い始めたらもうね、授乳終わった後、卒乳した時でもこう普通になんか調整して使うんじゃないかなっていうぐらいめっちゃ愛用してます。で、授乳パッドもね、あのちゃんと入れられる場所あるので、パッドも入れられるのでめっちゃ便利。多分今はエアリズムだけど、冬はヒートテックとかあるじゃないですか。いやマジユニクロさん素晴らしすぎる。やっぱね、日本人の需要をね分かってらっしゃいますね。もう本当にユニクロ様様です。土日とかに行くと安くなってることがあるので、そういう時にもうまとめて買うのがおすすめです。次、お次はこちら。こちらはですね、持ち運びができる扇風機でございます。 Amazon で1000円ぐらいで購入しました。真ん中のところにこうなんかね、クマの鼻と口があって耳がついてます。で、これはねホワイトなんですけど、まあなんかピンクだけどね。ここにボタンがあって、こっちが押すとこういう感じでつきます。で、しかもこれというね、3段階形式でございます。で、しかもこっちはですね、押すと見える見える、ほら見えてる、みんなほら青になった、青になった、レインボーに光るんですよ。もう一回押すと白っぽい感じになって、もう一回押すと消えるっていうね。だからちょっとこう注意も引けるみたいな。で、これ紐ついてるので、私はいつもこれ出かけるときに周りのあのバッグ、あ、周りの動画見てない方はこちらからお願いしますね、バッグにつけてこれを持ち運んでおります。まあ、お出かけ用にっていうのもあるんですけど、こう授乳しながらとかもね、こうちょっとこう熱が入ってさとかに、ほらはいってやってます。赤ちゃん汗かきなのでね、こうやって少し冷ましてあげることもすごい大事かなと思います。で、しかもこれは USB で充電ができるので、コンセントいらず、もうこれがね何よりも大事です。はい、次、お次はこちら、クールスプレー。こちらは冷却スプレーとなっております。これチャイルドシートとベビーカーに使う冷却スプレーなんですけど、車の中とかにこうチャイルドシート入れてると、もうめっちゃ車が熱くなっちゃった時とかに、もうチャイルドシートも熱くなっちゃうとか、あとベビー
ーカーとかもね、暑い時とかにこうお出かけするだけで少しこう暑くなっちゃったりするじゃないですか。それをこうヒヤッとさせるスプレーを買いました。これはね、実はまだ使ってません。準備したものの暑い日がまだ来てないから使ってないんですけど、今ここでサッと使ってみていきます。あ、おお、サラサラしてますし、めっちゃ冷たい。これさーっと多分かけて、で赤ちゃんを乗せるみたいな感じですかね。消臭と除菌効果付きです。これはね、赤ちゃん本舗で購入しました。だいたい1000円ぐらいですね。まあこれはね、使ってないのでまだ何とも言えないんですけど、まあ多分暑くなっちゃうとね、便利なんじゃないかと思うので買いました。次、お次はこちら、 UV ライトベール。これはね、クリームもシャンプーも全部ナチュラルサイエンスを使ってるんですけど、これはナチュラルサイエンスの日焼け止めの乳液です。で、UV ライトベールっていうタイプで SPF23 です。 PA++ って書いてある。でね、これのね、もう一個ね、上の34とかも一応あるんですけど、まあ私たちはまだ赤ちゃんも小さいので、一番弱い23にしました。実はこれね、試供品をね、丸ごと買ったんです。2000円ぐらいで、もういろんなのが入ってるやつ、ちゃんとボトルで試供品が来るやつがあって、それを使ってたんですけど、今度はね、大きいのを買いました。ちょっと見せますね。こんな感じで、すんごいね、こうサラサラしてて、みずみずしい感じ、すんごいね。まあね、大人に使ってもいいんですけど、もうもったいないからあんまり使わないんですけど、すごいね、馴染みが良くて、赤ちゃんの肌にもこうさーっと塗れるから、クリーム塗るのが嫌な赤ちゃんとかもいると思うんですけど、そういう子でも多分さっと塗れるんじゃないかなと思います。でこれ日焼け止めが入ってるので、まあ、お外に行く時とかにもう全身塗りたくるみたいな感じで、もうね、すぐなくなっちゃうと思うから、マジでこういうのはね、たくさんあってもいいかなと思います。かなりね、おすすめです。これは買った方がいいと思います。次、お次はこちらの帽子です。まあもうなんともシンプルに帽子なんですけど、これはね、ゴムがついていて、これサイズね、44センチで、結構ね、最初の頃は小さかったんですけど、今生後5ヶ月になって、だんだんちょうどいいかなぐらいになってきました。まあ夏の間には使えるといいなっていう感じですね、今年の夏ぐらいは。で今もう今めっちゃスヤスヤ寝てます。私のおっぱいの睡眠薬が入っているんじゃないかっていつも言ってるんですけど、寝てるんでかぶせてあげることができないので、はい、お写真こちら。はい、ね、本当に可愛いです。もうね、めちゃめちゃ可愛いです。帽子ってやっぱりね、可愛さをね、引き立てるよね。で耳もついているし、はい、という感じで、こんな感じです。次、続いてはこちら、虫くるりんでございます。ディジョンさんからの発売でございますが、これ虫くるりん、これね、これゾウさんの形になってて、ここにね、こう引っ掛けられるような感じになってます。ベビーカーとかにもこう、まあ、虫が来ないように、要はまあベープ的な感じでもさ、ベープみたいなのをこうつけると、ちょっとこう大人用だとさ、なんかちょっとこう、なんていうの、赤ちゃんにこれ良くないんじゃないのみたいな風に思うんですけど、まあ、これだったらね、多分そんなに強くないんだと思うんだけど、まあ、ピジョンから発売されてるし、かつ赤ちゃんでも OK みたいな風に書いてあったので、これをね、買いました。で2個買いました。お出かけ用と、あとお部屋に置いとくよ。この季節来るじゃないですか。かうーんって、もうあれして、もうあれが本当に嫌いで、もう本当だったらちゃんとしたベープをね、やっておきたいんですけど、もう夜のね、寝てる時に来るか、もう本当にイライラしません？私はもう本当にね、部屋とかに見つけたらもうね、もうイヤーってなっちゃうので、もう絶対にね、こうやって見つけて、もうベチーン。赤ちゃんのこと刺したら、もうかわいそうですよね。だからこういうのはちゃんと対策出てあげたいなっていう感じです。でこれは開けたらね、45日間なんかこう使えて、でカートリッジがもう一個ついてるので90日間持つっていう感じで、ね、ここの部分がこう開閉できるようになってるので、すごい安かったんですよ。いくらだったかな、 Amazon だと500円以下だったので、一番安かったので Amazon で買いました。あとね、これ結構ね、柑橘系の匂いがするので、なんていうのかな、部屋に入った瞬間に柑橘って思います、これをつけていると。だからね、柑橘系の匂いが苦手な人はこれじゃない方がいいかなっていう感じはしました。次はこちらのニトリの N クールベビーカーシートの白熊さん
でございます。はい、皆さんニトリの N クールは使ったことありますか？私はめちゃめちゃ使っております。大人用ね、暑がりなんでめっちゃ体温高いんで、めっちゃしかも授乳中だからより体温高いしみたいな。ニトリベビーも N クールが出てるので N クールの良さに惹かれて買いました。でこれはベビーカーのシートなんですけど、実はこれもまだ使ってません。だって外がさ、普通に開けたらそこつけるんですけど、はい、こんな感じで、ここが頭の部分でこういう風になってます。足のところまでかな、こういう風になってて、後ろがね、ここのベビーカーのところに取り付けられるようにこう紐がついてます。で結構ね、この通気性がいいというか、でちょっとこうクッション性があるというか、かなりいいんじゃないかなと思って、まあ2つ買いました。あ、でしかもね、ここがね、取り外しできますね。こうなってて、上の部分だけ使うとかそういうこともできるようになってます。ちょっとね、ベビーカーね、買ったんですよ、めっちゃ可愛いやつだからね。それもね、今度紹介するのでお楽しみに、乞うご期待です。はい、次、はい、次はこちらです。こちらも実は N クールのぬいぐるみですね。こちらはクジラさん柄です。こんにちは。たくさん N クールのぬいぐるみあるんですけど、ただ単に私がぬいぐるみかつクッションとして使おうとしたんですけど、結構ね、ベビーちゃんたちがすごい、もうこれを持ってなんかもうね、こうやってこうやって、冷たい素材なのですごいひんやりしてて、でかつね、ちょっとこうクッションもすごいあるし、軽いです。めっちゃくちゃ軽いんですよ。もう本当に軽すぎるってくらい軽いんですけど、いい感じのおもちゃとして使ってくれてるので、正直ね、ちょっと大きいから体に対して首は座ってきてて大丈夫なんですけど、こうやってやると思えちゃうかなと思うんですけど、こう大丈夫ですね、これだったら。とりあえず5ヶ月の子たちからするとこれが楽しいみたいで、よく取り合いっこして遊んでます。これでこういいんだろうね、ポイントがあるんじゃない、後からおすすめになった感じです。自分用に使うつもりがみたいな。次、ラストはこちらでございます。じゃじゃーん、こちらもニトリのハーフケットでございます。こちらも N クールでございます。これイータン用なんですけど、イータンフラワー柄で、さっきのトークンのやつはなんかベビーカーの白クマの柄で、今ね使ってるので、ね、こちらは1490円でございます。後ろボーダー柄になってて、でこれはね、N クールじゃなくて普通のブランケットっぽい感じで、こっちは冷たい側でかけるもよし、あ、今日はちょっと肌寒いからこっちにしようっていうね、普通の柄でかけるもよし、もう外にね、持ち歩いたりとかもしてます。ベビーカーとかにかけたりとか、あとチャイルドシートの上にかけたりとか、もう要は今までおくるみでやってたんですけど、おくるみだとちょっともう暑くなってきたかなーって時にこれっていう感じで、めっちゃこれ使ってます。もう一枚買っちゃおうか迷ってるぐらい、かなりおすすめです。こちらちょっと起きてきたかも、まだ寝てる。まあ1枚ずつね買ってあげたんですけど、この夏一番のおすすめニトリですね。ニトリ今回夏グッズすごいいいものがたくさんあったなと思いました。もしかしたらね、もっともっとたくさんいいグッズあるかもしれないので、皆さんいつもありがたくコメント欄にたくさん書いていただいてるんですけど、このグッズいいよっていうのがあればコメント欄にお願いします。今日起きなかったね。イータン起きてる。イータン出る。ちょうどねお昼寝タイムみたいな感じで起きてくれました。はい、ということで今回は、夏グッズ10選ということで、ここまで見ていただきありがとうございます。じゃあこんなものを使っていきたいと思っております。それではこの動画が良ければぜひグッドボタン、チャンネル登録、ツイッターのフォロー、インスタグラムのフォロー、ブログのフォローよろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。またね。この子の名前募集してます。名前よろしくお願いします。